新上五島町にやってきました。私の後ろに見えますのが若松大橋、そして広がる輝く海、もう最高のロケーションですよね。この若松瀬戸ではもう最高に美味しい魚が育てられているということなんです。一体どんな魚なのか行ってみましょう。ギョ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 。向かったのは若松港の近くにある橋口水産です。上五島で60年以上魚の養殖を手掛けています。早朝、上田さんは魚を見学するために船に乗り込み養殖場へ向かいました。案内してくれたのは橋口正則さん。10分ほど行くと穏やかな入り江にある養殖場に到着。ここで育っているのがそう、クロマグロなんです。いや、もう今朝7時半も回ったとこなんですけど、はい、もう朝からもう大忙しですよね、はい、もうベルも鳴ってますし、はい、今出荷しているサイズがだいたい平均で60キロぐらいあるんですよ。長さはだいたい150センチぐらいですね。そうなんですか、はい、何年ぐらい育っているんですか。だいたい3年ですね。3年。はい、もうね、あの胴回りもピッチピッチで、はい、もうパッチンパッチンなんですけど、はい、餌って何を食べさせてるんですか。はい、長崎近海で揚がっている新鮮なサバを、はい、与えています。もう人間が食べれるようなもう脂の乗ったサバを、サバも新鮮なやつを選んで買い付けして、で長崎近海で揚がらないときはもう全国各地探し回って。餌ってこう食べる人間からすると見えない部分なんですけど、はい、見えない部分にものすごいこだわりを、はい、そこにはもうこだわりを持っています。長崎県は養殖クロマグロの生産量が日本一なんです。およそ 38% を占めています。中でもこの上五島は養殖に適した場所です。上五島っていう漁場が、うん、あの潮の流れがめちゃくちゃ良くて、で海水温も年間通して安定してるんで最高の環境なんです。さらに橋口水産は適正養殖業者に認定されています。餌や養殖状況などを審査し、安全安心である養殖業者だけが認定されます。つまり安心しておいしい魚をいただけるということなんです。マグロはですね、体温が上昇するともう商品価値がなくなってしまうんですよね。なんでそこには気をつけて冷やし込みをしっかりして鮮度を保つっていう、それが重要になってきます、はい、マグロを美味しく食べるタイミングっていうのは3日4日熟成させて食べるっていうのが僕はおすすめです。橋口さんが育てたマグロを食べてみたいということで、若松港ターミナルにある夕食館で準備してもらいました。用意していただきましたのはこちらのマグロ丼です。はい、橋口さん、これ、うん、テレビ用じゃないですよね。いや、違います。これはもう事前に注文したら準備してくれるやつなんで、はい、本当に美味しそうなんですけども、はい、これあの部位ってこちらはですね、赤身と中トロが入ってます。それではいただきます。どうぞ。わあ、もう艶が素晴らしい。いかがですか。はい、生まれて初めてです。こんなに もうなくなりました。舌の上でとろっととろけていった後にこのマグロの脂のうまみっていうんですかね、はい、最高です。すごい、 ありがとうございます。上五島養殖マグロ振興協議会では養殖クロマグロを活用した島おこしを目指し、さまざまな活動を行っています。その取り組みが魅力ある漁村地域として評価されました。さらに橋口水産は去年開催のうまい本マグロ祭り品評会で優秀賞を受賞しました。橋口水産の養殖マグロは上五島のスーパーや飲食店で販売されています。貴重な体験、今回ありがとうございました。ありがとうございました。大切に育てられた長崎の養殖魚は
生産者の思いと努力で私たちに届けられています。皆さんも長崎の養殖魚を味わってください。